トレビの泉、イタリア語フォンターナデイトレビはイタリアローマのトレビ地区にある噴水で、イタリアの建築家ニコラ・サルビの設計、ジュゼッペ・パンニーニ多数名の設計により完成されたものである。高さ 26.3 メートル、幅 49.15 メートルで、市内最大のバロック様式の噴水であり、世界で最も有名な噴水の一つである。ローマの休日、1953年、泉の賛歌、1954年、フェデリコ・フェリーニ監督の甘い生活、1960年、サブリナ。ローマへ行く、1998年、リジー・マグワイア、2003年史など、数々の映画で使用された。三つの道の交差点にある噴水は、古代ローマに水を供給していた水道橋の一つ、アクアビルゴを復活させた現代のアクアベルジーネの終点であることを示します。紀元前19年、ローマの技術者たちは諸女の助けを借りて、町から約 13km 離れたところにある清らかな水源を探し当てたと言われています。しかし、最終的に水道橋のルートは間接的なものとなり、全長は約 22km となった。このアクアビルゴはアグリッパの浴場に水を導いていた。この水道橋は400年以上にわたってローマに貢献した。ラテン語の泉の名前は、ラテン語のトリビウム、三つの通りの交差点に由来している。像は、デクロチッチ通り、ポリ通り、デレムラッテ通りのちょうど真ん中に位置している。6世紀の間、水道橋はあまり整備されておらず、機能していた14の水道橋は、オストロゴス人の侵攻を受けて破損してしまった。諸女水の水道橋は、イタリアの首都から 10km 離れた場所で水を集め、トレビの泉に水を運んでいる。この水道橋は、噴水が空になった時期もあったが、現在も使用されている。カルシウムのない水が原因の一つと考えられている。1629年、ローマ教皇ウルバン8世は、以前の噴水ではドラマチックさに欠けるとして、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニに改修のスケッチを依頼したが、教皇の死によって計画は断念された。ベルニーニの計画は実現しなかったが、現存する噴水にはベルニーニらしさが随所に見られる。ウィーンのアルベルティーナに保存されているピエトロ・ダ・コルトーナによる初期の影響力のある模型や、18世紀初期の様々なスケッチ、ほとんどが無署名、ニコラ・ミケッティによるプロジェクト、フェルディナンド・フーダによるもの、エドメ・ブシャードンによるフランスのデザインも存在する。バロック時代には、建物や噴水、スペイン階段の設計を競うコンペが盛んに行われていた。1730年、ローマ教皇クレメンス12世は、ニコラ・サルビがアレッサンドロ・ガリレイに敗れたものの、ローマではフィレンツェ人の勝利に大騒ぎになり、サルビに依頼が来た。1732年に工事が開始された。しかし、サルビは床屋の見苦しい看板をローマ人がタロットカードに似ていることから、あ、リコッペ、ハイのエースと呼んだ彫刻の花瓶の後ろに隠し、このアンサンブルが損なわれないようにしたのである。噴水の装飾を完成させるために4人の彫刻家が雇われた。ピエトロ・ブラッチ、中央のニッチにあるオセアヌスの像、フィリッポ・グデラバンレ、ジョバンニ・グロッシ、アンドレア・ベルゴンディである。建築家としてはジュゼッペ・パンニーニが起用された。トレビの泉は1762年にパンニーニによって完成し、計画されていたアグリッパとローマの諸女トリビアの彫刻を現在のアレゴリーに置き換えた。5月22日、ローマ教皇クレメンス13世によって正式に開場され、落成式が行われた。作品の大部分は、ローマから東に約 35km、22マイルの木彫り近郊で切り出されたトラバーチン石で作られている。噴水の背景となるのはポーリ宮で、2つの階をつなぐ巨大なコリント式ピラスターのファサードが新たに作られた。水と岩が混ざり合い、小さな広場を埋め尽くしながら前方へ転がり出す巨大な噴水のテーマは、水の支配である。
トリトンはオセアヌスの貝殻の馬車を導き、ヒッポカンプを手なずけています。中央には堅牢な造形の凱旋門がパラッツォのファサードに重ねられている。オセアヌスを囲む中央のニッチ、エクセドラッツァには、光と影を最大限に生かすために独立した柱が建てられている。オセアヌスを挟むニッチには、宝城が壺から水をこぼし、サルブリティが蛇が飲む杯を手にしている。上部の浅浮き彫りは、水道橋がローマ時代に作られたものであることを表しています。トリトンや馬は左右対称のバランスで、その雰囲気や構図に最大限のコントラストを与えている。1730年には、フランスとドイツでロココがすでに花盛りだった。コイン投げ。1954年の映画、泉の中の3枚の硬貨のテーマであり、この映画の主題歌として使われたのが、アカデミー賞受賞曲、スリーコインズ・イン・ザ・ファウンテンだ。1日に約3000ユーロが噴水に投げ入れられると言われています。2016年には、推定140万ユーロが噴水に投げ込まれた。そのお金はローマの生活困窮者のためのスーパーマーケットの補助金として使われている。しかし、噴水からコインを盗むことは違法であるにもかかわらず、定期的に盗もうとする動きがある。